青唐辛子の保存方法。醤油漬け、オイル漬け、グリーンペッパーソース。醤油漬けの材料。青唐辛子、適量、醤油、適量。オイル漬けの材料。青唐辛子10本程度、ニンニク1かけから2かけ、オリーブオイル適量。グリーンペッパーソースの材料。青唐辛子適量、塩、青唐辛子の 3%、酢、青唐辛子の 50%。ヘタを取り、流水で洗った青唐辛子をキッチンペーパーできれいに拭きます。小口切りにします。切った青唐辛子を煮沸消毒した保存瓶に入れます。醤油を注ぎ入れます。青唐辛子の醤油漬けの完成です。翌日から使えます。オイル漬けを作ります。ヘタを取った青唐辛子に切れ目を入れます。皮を剥いたニンニクをスライスします。煮沸消毒した保存瓶に青唐辛子とニンニク、オリーブオイルを入れます。浮いてくる青唐辛子が空気に触れないようにサランラップで蓋をします。オリーブオイル漬けの完成です。翌日から使えます。ペッパーソースを作ります。キッチンバサミや包丁を使って、ヘタと種を取り除きます。重さを測って、調味料の分量を決めます。ミキサーに材料を全部入れます。粉砕してペースト状にします。消毒した保存瓶に流し入れ、蓋をして冷蔵庫で6週間以上発酵させます。グリーンペッパーソースの完成です。